さあ、遊び大全やりましょう。今日はね、大富豪やろうと思います。大富豪面白いよね。よし、やるぜ。まあルール多分大体みんなわかると思うけど、まあより強いカードを出していって手札ゼロにした方が勝ちっていう。で、3が最弱で2が最強だったかな。うん、3、4、5、6、7、8って上がってる感じで。あ、強くね？え、初期手札強、やば。え、もう 2が2枚とジョーカー1枚あるじゃん。あ、で、ジョーカーはオールマイティなんでめっちゃ強いっす。これはどうするんだ。5を1枚出したいんだけど、あ、こういうことか。はい、オッケー。で、同じ数字だったら2枚とか3枚とか一度に出せるんだよね。で、複数枚出されたら複数枚で返さないといけないっていう。まあ11かな。11。いや、これ勝ちを俺もうすでに確信しておりますが、このデッキで負けるか。このデッキで負けたらだいぶ恥だぞ。いや、エースだろ。エース出してパスか、パスか、2出すか、2出すか。あ、2出さないか。いや、絶対誰か2持ってるよね。あと2枚2があるはずなんだもん。2を温存してやがる。どうするか。6、この辺だよね。やっぱ弱いのから消費していかないといけないから、9からいくか。まあ6はこの手札の中で最弱だから、6はもう一番最後にラス1用に残しといて、まず9を出す。10。いや、まだまだ全然。もうこの 2枚とジョーカー1枚のこのブルーアイズがさブルーアイズ3枚手札にあんの、マジマジ安心感やばいわ。これいけんじゃない。どうどうどう、出すか。おい、出すのかよ。おい、やる気かてめえ、俺様とよ。お、俺のブルーアイズとやる気かてめえ。どうしようかな。でも2はまだいるんだよな。いや、行く、勝負する。俺がこの場を制する。まず流れを。で、これは絶対パス。ジョーカー持ってるの俺だからパス。よし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 。そして単発での殴り合いだと負けない。2とジョーカー持ってるから単発だと絶対負けないんだよ。俺フィジカルめちゃくちゃ強いんだよ。6。来い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 。俺が2とジョーカーを持っていることお前ら読めているのか。お、で、いや、まだいける。12で惜しい。2来るか ?2 来るか ?2 来るか ?2 持ってんだろ、吐き出せよ。その2吐き出してみろよ、おい。出してんだろ、出したくて打つし、おぉ、日和やがったな。だがそれが命取り。いや、これ買ったくね、買ったくね。まず3の、いや、待て。8切りで返される可能性あるかも。3の2枚だし、ここは10。ペースを乱されないよ。さあ、どうする。いや、2は2あるはずなんだよ絶対。お、12。あれ、なんかみんな消極的だな。強いカード出し惜しみしてるのか。じゃあ俺は、もう俺勝ちに行くよこれ。お前らがひよっている間に、ほら、いや、スペさんは俺が握ってるから、スペさんは俺様の手札に。よし、勝った。悪いな、初期手札に恵まれすぎちまってよ。これも日頃の行いってやつっすかね。勝たせていただきました。で、これで俺が1位だから、あの1位の人は次からめちゃくちゃ有利になるの。4位の人から一番強いカード2枚もらえるっていうね、そういうメリットがあるんだけど、ただ1位の人は1回でも1位から陥落するともう強制的に最下位になっちゃうっていうのがあって、だから俺は次から1位を絶対死守しないといけないんだけど、この先立ち切り。まあまあ、でも強い手札になるようになるから、自動的にそうそうないとは思うんだけどね。ああ、なるほど、こうなったか。さあ、ラウンド2、ラウンド5まであるからね。俺は雑魚カードをここで排出する必要がある。5と7だろうな。このデュエルもらったぞ、遊戯。俺のターン、ダブルナインドラゴンを特殊召喚。対応できないようだな。ダブル JJ おじさんを攻撃表示。
てて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 てポンコツデュエリストが、この俺に逆らおうなど100年早かったな。なんて楽しいデュエルなんだ。さあ次のデュエルを始めようじゃないか。面白くなってきた。あーまあ5と6だろうな。なあ遊戯。2が少ないな。ジョーカー含めてもブルーアイズが2枚。いやまあ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 、ここから勝つのが真のデュエリストというものだ。何ちぎり、いきなり4枚だし。貴様最貧民のくせに、後で後悔させてやるからな。海馬瀬戸っていうわけでもなくなってきた。おおいいぞ、俺のターン。ああなるほど、ジョーカー、いやジョーカーをここで切るのは時期尚早。ここはツインクイーンブラント攻撃表紙ターンエンドだ。さあ出すか。よし俺のターン。ここはうーん、10いくか。だが7、8切りはちょっと置いておきたい。この魔法カードを置いておきたいところだ。あ、こういうこともできるのか。なるほど。あ、まずいカウントが。いっそのカウントを止めろ。10、慌て出しの10。磯野いたな遊戯王に。よく思い出したわ磯野のこと。黒服のやつ。切る。俺のターン。流れを俺に戻す。いやこれまずい。ここからブルーアイズ切るの早かったか。いやここからここから勝つ。磯野カウントをやめろ。やべ、適当に出しちゃった。やめろ。止まれ。ガーッ。パス。くっ。ダニ。流れを取り戻す。やめろ。パス。やめろ。パス。いける。取り戻す。最強は俺なんだ。俺のブルーアイズが消えていく。8切り。全速前進だ。次は負けねえ。1取る。この俺には1以外似合わん。さっきのは事故だ、事故。事故みたいなものだ。ブルーアイズが2枚。いいぞ。いい流れだ。いい流れだ、遊戯。この2枚のブルーアイズ、すなわち2枚の2を、いかに生かすかが、このデュエルの明暗を分けると見た。
行くぞ。早く出せ。3。なるほど、消極的なデュエルを始めているな。ならば俺も乗ろう、その消極デュエル。7。8切りをうまく活かせなかったのが痛いな、前回のデュエル。8切りの使い道とても難しい。パス。まだだ、ここはまだ切らん。さっきは勝負を急ぎすぎた。うん、勝負を急ぐのは俺の悪い癖だ。もう少し様子を見る。このフィールドから2が2枚消えた時、すなわち俺の持っている手持ちのブルーアイズ2体が最強、名実ともに最強のカードとなった時、この俺のブルーアイズが火を吹く時だ。そういうことだ。まだファイアウォール。黙れ、この俺のパソコンにファイアウォールなど必要ない。早く出せ。迷っているのか。選択を迫られる。だがこのパスが後々俺の勝利への布石となる。もうすでに未来は見えている、俺のビクトリーロード。いや、まだだ、まだ耐えろ。必ず勝てる、勝利の瞬間来る。なに、そんな切り札を貴様、まずいぞ、太刀打ちできない。まずい、完全に あいつが流れを、この場の流れを掴んでいる。いや、いいぞ、いい流れだ、いい流れ。だが4やら6やら、こいつら俺はいつ消化すればいいのだ。11、俺に力を。よし、流れろ、パスしろ。無理すんな。いやー、ぎゅー、まずい。1は無理か、切った、まずい。8切りが1枚、来るぞユーマ、こいつ勝負を決めに来た。ぐー、やばいぞ、ここは。ぐーぐーと、うー、こいつが上がりさえしなければいい、 C が上がりさえしなければいい。よし、俺は戦わん。よし、見にいいか、お前1枚とか出すな。1枚を出すと C は上がる目がある。2枚か3枚2枚を出すんだ、可能ならには。なにー、でるるるるるるてててててるるるてててて、遊戯、貴様これを狙っていたのか。革命だと、まずい、俺のプランが、いや、いい、この状態はむしろいい、いいだろう遊戯、お前の作戦に乗ってやる。よし、いや、だがまずい、ミニ貴様これを狙っていた、つまり弱いカード手札に残していたということか。まずいぞ、つまりここからは完全にあいつのペース。あいつが8切り、これを狙っていたのか。ぐわー、革命を起こした時点であいつはこのルートが見えていたっていうことか。まずい、この戦いは苦しい、まずいぞ、2が完全に足を引っ張っている。あ、いや、チャンス、ここで2を消化する。よし、2はいただく、2はいただく。よし、そして2の2枚で何も出なかったということは、この9の2枚にもお前らは太刀打ちできないということ。よし、勝ったぞ、勝った、2位だ。ふぅ、一瞬ヒヤリとさせられたが、まあミニが革命を出した時点で、まあこいつのペースになった、もうそこは諦めよう。ああ、だがそのミニの革命の最中でこの俺が2位を取れたということ、そこをまず喜ぼうじゃないか。途中までは完全に C のペースだったからな、こいつあと1枚まで来ていたところで革命が起きたことによりこいつのプランは崩れたというわけか。
なるほど、面白い試合だったぞ。よし、俺の勝ちだ。2位か。なかなかミニーの1位が崩せんな。よし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 。だが、いずれ歪みというのは生まれてくるもの。ミニー、貴様の1位もいつか救われるということだ、足元をな。6。こいつが邪魔だ。いや、なかなかいい手札だぞ。おう、ブルーアイズが2枚すでに手持ちにおり、このキング3兄弟、このキング3兄弟の存在もかなりでかいと見た。そしてミニーの手札は今回あまり良くないと見た。よし、ブルーアイズが3体すごいぞ、かっこいいぞもらったな、1位。いや、ジョーカー1枚と2位1枚が場に出れば、俺のこのブルー、よし、そして、幸先もいい4、2枚をここで消化できる。いや、これはいいぞ。いい。いける。はい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 。パス、よしまだだ。まだ笑うな。こらえるんだ。ミニー。お前。負けると思ってるんじゃないのか。8切れ、いいだろういいだろう。だが俺の有利は揺るがん。はい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 、パス、よし。いや、もうこうなったら、待て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 、キング3枚はこのインペリアルクロスは崩したくない。よし、 C が今のところ優勢だな。10の2枚 C、 こいつ放っておくとまずそうだ。9。いや、ここで俺は切る。エースの2枚持ってるやつは、持ってるやつは、お前持ってるのか。わう、持ってない。よし、来たか。ここで俺は単発の殴り合いに持ち込む。そして俺の2が火を吹く。なっ、いや、まだある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 、全然大丈夫。ジョーカーはミニーが持ってるのか。そうだろうな、こいつは1位だからな。さっきのアンティトレードでジョーカーは手に持ってるはずだが、俺の2はもうこれで最強になった。こいつがジョーカーを吐き出す。なーにぃぃ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 、バカな、この試合2回目の革命だと。貴様、こんな、革命返し、ああ、トゥートゥルル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 なんだこの筋書きはマジで遊戯王みたいになってるじゃんちょっといや、でもありがとうありがとうありがとう、これで俺の勝ちは揺るがなくなったはず。行くぞ、俺の勝利へ向けて全速前進だ。もう声がガラガラだ歌いすぎたあの BGM。 いや、勝てる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 ぞ。俺のこのブルーアイズはこの段階でもはや最強。ジョーカーを吐き出した今ミニーが、このブルーアイズに勝てる粉砕、そんなカードはもうないということなんだよ。勝った、滅びのバーストストリーム、俺の勝ちだ。すごい試合だったな。逆転に次ぐ逆転、そしてその流れの中で勝利を手繰り寄せるこの俺、最強のデュエリストと言わざるを得まい。さあ来い、最終ラウンドだ。このまま1位を守り抜いて俺がこのフィールドの頂点に立つ。来い遊戯、最終決戦だ。もはや誰が遊戯なのかわからないがイマジナリー遊戯かかってこい。この俺がこのフィールドの王者となる。
ここはクイーン、お前を切る。よし、落ち着け落ち着け、落ち着いていけば勝てる。確かにジョーカーがない、ジョーカーがないということは2位の C がジョーカーを持っているということ。ここはパス。ブルーアイズを切るのはまだ少々、じきじき少々、じき少々。よし、ではいや1個前の1個前、順番的に1個前のやつが先手を取るのは良い。なぜなら弱いカードを出す確率が高いから。ここで流れに乗る。俺も弱いカードを吐き出せるチャンスが来るということも、そのあたりも学んでいるのさ。すごい、すごい悩んでる、すごい悩んでいるな、ユキ。弱小カードが、そんなもの俺はもう50枚も持っておるわ。ならば俺は切るか。8、流れを手繰り寄せる。リバースカードオープン、8切り。ご覧になっている方はお察しの通り、今すごくテンションが高い。申し訳ないが、もう少しだけお付き合い願いたい。勝ちたいんだ、このテンションのまま。いや、いけるぞ、いけるぞ。2枚出しの流れは完全に流れが来ている、この俺に。出せ、9以下。よし、いい流れだ、この流れは俺が作った。いいぞ、いいぞ、いいぞ、いいぞ。来い、来い。お、ジョーカーを切ったバカが勝利を確信したということか。10の2枚以上のカードが出ないと読んだか。あーっ、俺のブルーアイズ。うわーパス。まだだ、まだだ、時期時期尚早、時期尚早。桜井くんも言っている。いっくーかー、駆け逃げる。キング2枚を吐き出したから、かなり戦力が弱体化しているはず、全体的に。ここで俺は11の2枚出し、これにかなう手札を持ってるやつがいるのか。どうだ、今の流れを読めば。よし、この単発の殴り合い、ガッ、来い、そのまま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 来い。よーし、これはいいぞ、いい流れだ。パスしろ、パス。何っけ、まだいたか。あー、いや、パス。いや、だが1枚、1枚残ってるのがエース。これは強い、これは強いぞ。1枚出してこい、1枚出してこい。ぐっかぐっぐっぐっ、あー、パス。我慢だ、我慢の時だ。1枚出してこい、1枚出してこい、1枚出せ、1枚出せ、1枚で来い、殴り合いを来い。よし、いいぞ。2はもうないだろ、2はもうないだろ、2はもうないだろ、ないんだろ、ないんだろ。違った、俺の勝ちだ。カードの女神は俺に微笑んだようだな、遊戯。あっはっはっは、やったぞ。この乱戦を制したぞ。めっちゃ嬉しい、勝てたの、めっちゃ嬉しい、やった。いや、このもう一試合で革命が3回起こるっていう、そのそんな中で勝てたのがめちゃくちゃ嬉しい、やったー。めっちゃ面白かった。すげえ。何これ。